今から始まるクソオープニング。ビャビュービャビュービュービュービャビュー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 。こんなの誰も求めてない。ほらみんな恥ずかしいだろう。誰かの前で見るなんて無理。でも僕はこんな中一人で収録してるんだよ。ポン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 。このまま始めよう。今日はトロールこそ一発マリオ。トーズトレジャーボックスカットトールゴインバブバブビー。どんな意味かはわからないけど、はい、ププ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 プもうこれ以上は持たねえ。本当に頭おかしい人って思われちゃう。初見さんの方いたら絶対ドン引きだよなあ。これを求めてる頭のおかしい大人たちよ、もう一度考え直した方がいいんじゃないのか。もう疲れた。シャレになんないぐらい疲れた。ちょっと休んで再開するわ。かカルピスうめ。どうも激突キングス。今日もですねトロールコースト一発マリオやっていきましょう。で今日のトロールコース、トードトレジャーボックスカッコトロールということで、キノピオの宝箱ということでしょうか。もうさっきのオープニングでめちゃめちゃ疲れた。だから一回やられるまでこのテンションでやっていこう。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.1%。 オープニングに力使いすぎなのよ。僕一応肩書きとしてはゲーム実況者よ。このままだったらクルーっていう感じの方のゲーム実況者になってしまいそうですね。まあそれはそれでかっこいいよね。中二病心をくすぐるっていうか。はい、どうもこんにちは。で右のフラワー怪しすぎる。一旦取ってってみようか。こっちが罠っていう可能性はあったね。外爆芋虫。じゃあ素直にドアに入っていきます。あんね、今回のオープニングマジでこの先の実況に障害が出る。いやマジで冗談抜きでもう疲れが全然取れないんだよ。魚だからね、あんなオープニング二度とやんないっていうか、これオープニング自体を二度とやんない。これで最終回にしたいと思います。フラグじゃないからな、明日からないと思ってくれよ。じゃあこれ生えていいのかな。一旦右に行こうか。生えて右に行って、ここをヒップドロップ。こっちの方が怪しい。丸々やめろ、先に進ませてくれ。なんで進ませてくれ。いや一旦脱げばいいのか。一旦脱いで右で生えて、ここでヒップドロップ。あ、まだ行ってる行ってる。期待させんな。多分マリオじゃないからだろうな。本来の調子が出ないっていうか、という子供じみた言い訳をしとく。みんな1回ぐらい使ったことあるんじゃない。眠てえからちょっと本気出せねえわ今日みたいな。子供の頃にさ。バカー、もう怒ったぞ。トロールコースマスターの名において、ここからは本気で行かせてもらう。大人げないとでも何とでも言いやがる。このコースをふざけてする方がコース制作者に対して申し訳ない。一旦右でダッシュして、あのアップブロックにすぐ乗る。バー、ここはジャンプしてクッパクラウンを出せばよかったっていうことでちかね。何笑ってんだクッパクラウン、ヘラヘラしてんじゃねえ。ここは笑っていいようなコースじゃないぞ。最近語彙力が終わってきてんのよ。わーとかギャーとかピーとかさ。だから語彙力を手に入れるためにもう叫ぶのマジでやめようかなって。あっ、バネと無機物とキノコのフューチャリングッドプレイヤー。結果喋んない方がいいっていうのが分かったわ。でもね、こんなクソみたいな動画でも笑ってくれる優しい方っていうのがたくさんいるのよ。そんなみんながいる限り僕は喋り続けるさ。そして説教もし続けるさ。さらに歌い続けるさ。聞いてて僕の魂の歌を。3、2、1。さっきからうろうろしてんじゃねー。今日一段とやべえって。情緒不安定みたいなゲーム実況者になってるって。大丈夫か、また薬やってんじゃないのって絶対コメントで言われるからな。このキノコ取ってんの一旦取ってみる。ダメー。見てるかみんな、僕にはバグコースなんて必要ないみたいだね。それ以上に僕がバグってるからさ。さあスネちゃま、今日は信用していいのかい。同じ青同士頼むよスネ君。これでミスったら僕はやめたいと思います。このコース頼むスネを、スネを、スネ。スネちゃま、もうラジコン買ってあげないざますよ。こっちに来ないでスネちゃま。スネちゃん潰せー。ダッシュしてスネ王に乗った瞬間すぐ右上に行く。これで大丈夫だ、問題ない。
ノープレグレブ、問題ない。ここからの脱出方法はまだ一つある。スタートを押して下に2回押すことによってスタートからやり直す。もう分かったもんね。ここで右を失敗したらキノコがキノコを食べて大きくなって先に進んでいく。さらにはここで前代未聞の18回転。さあこれで世界記録だ。見て見てみんな、このコースキドピオダメって書いてるわ。だからキドピオを操作したらゴールできないんだよきっと。今日何言ってるか分からないからさ、もう飛ばしていいよ。今日の動画もう見ない方がいいかもしんない。そんで中間ポイントは、中間ポイントは見えないな。右下、いやどうしようか、右下に寄っておこう。頼むここで当てて、何も来るなよ絶対に。いや絶対ここ中間あると思ってた。でも僕はまだ諦めちゃいないよ。右下の砲台があるじゃん。あ、フラワーまでくれてありがとうございます。ここでチビになっていけっていうことね。あの右下の砲台が絶対に中間ポイント隠してると思うんだよな。あ、合ってる。おー、合ってる。ナイスナイス。さあ頼む、中間をくれ、中間を。ちびました。まだ中間ポイントはくれないっていうことですが、なかなか手厳しいですね制作者さん。じゃあここは下に降りてここでオンオフしてすぐ左に行く。オッケー、これで合ってんじゃないのか。さあドアに入っていきましょう。多分こっちに行くで合ってると思う。そして左に中間ポイントがある。そして右にはこれ50コインの方を信用していいのか、ちょっとよく見よう。ここ落ちて左にバネがあるよ。あの中間ポイントの左上だから、あっちに進まっててくれ。そうだろ、頼むぞ。50コインどうだ。えっ、やった。見たか、これがトロールコス名人だ。本当に嬉しい。よくあったな今。危ないね。この人は絶対落とすパターンでしょ。ちょっと落ちたい気持ちもあるんだけど。そしてこの四角の枠は何なんだ。いったったったってみよっか。何もない。あ、意外とこっちもやられないな。ドサキッド。さーて3分の1が終わりましたわ。残すは3分の2、張り切っていきますわ。ここのドクロリフト、また50コインの方に連れて行かれると思いますの。だから乗った瞬間すぐ左。何もしないでいい。そうすることによって下に行けるんだキノピオ将軍よ。そして心オンオフをして右に進んでいく。なんか下に連れて行かれましたけど、やめるんだ。僕の中ってね、何人も人が住んでるの。だから情緒不安定って言われるのはそのせいだよきっと。おじゃー、罠のサイクルが早いって、持たないって。このままだったら、じゃあ左ジャンプしたら花が出てきたでしょ。じゃあ右ジャンプしよう。そしてここもどっちかあるんじゃねえの。頼む、当てて。2分の1、左返ってみるか。なんでだ、全部右でよかったのか。ジャンプジャンプジャンプからのすぐ左に逃げる。あのハテナブロックはコインだったのね。絶対魚かなんかと思ったんだけどな。じゃあここの目とかぶっていいのかい。いや、かぶらないで一旦四角の枠を叩いてみようか。あ、何もないんだな。じゃあ投げていい。うわ、どうしよう。投げる、合ってる、合ってんじゃない。おほほっ、ナイス。ここの2分の1あったみたいだね。そしてこのハテナブロックを叩いて、絶対この50コインの方に閉じ込めると思うんだよな。だから左に逃げておこうか。絶対これが正解だよ。分かってんだ、そんなことは。そんなの僕全然引っかからないよ。でこのドッスンは当たることは不可避だよな。で土管に入れるのか、どこの土管だ。赤の土管か、それとも緑の土管に入れるのか。常に左を失敗、左を失敗。左、どこも入れませんね。ここめっちゃ上手くなかった。あの土管のところ以外全部引っかからなかったんだよ。そろそろみんな褒めてくれてもいいんじゃないかな。ピオキングめっちゃうめえじゃんみたいな。でもそんなコメント一個もないんだろうな。僕の動画を見てる人たちって冷たい人たちばっかなんですよ。冗談じゃん、みんな好きだからさ、勘違いしないでよ。そしてここを右に行っていいのかな。この土管なんか出てくるんじゃない。大丈夫、何も。ですよね。この土管の先には中間ポイントがある予感しかしないな。頼む、あってて。中間ポイント、僕のオアシスよ。オアシスは矢印っていうことですか。あんなにたくさん左って書いてるなら僕は左を信用しよう。頼む、僕がオアシス。僕がオアシスってなんだ。僕のオアシスよって言おうとしてた。まあまあたまには矢印信用してみてもいいもんだな。あっ、いけいけ、あっ、マット、そっちか。今日のドロールコースなかなか鬼畜やわ。なんか中間1、2がめちゃめちゃ長いんだよな。そしてあのキノコ玉ちゃんとこっちに来てくれる、頼む。オッケー、ナイス。そしてこのガリガリを抜けて中間ポイントマジであってもいいと思うんだけど、全然ないな。え、これ下行っていいの。いや、どっちだろう。パブロッカ信用する。お願いします、パン様。
いや、まだ全然チャンスあるよ。多分この場所に置いておいたら、この黄色いニヤニヤしてるやつがさ、左に行くでしょ。そして落ちて、そのまま先に行こう。いや、行けんのかな。もう赤ブロック変わってるから絶対無理だよな。左にパワーブロックがあるじゃねえか、そういうことか。そして戻ってくる、戻ってくるね。ニヤニヤしてんじゃねえ。だからね、ここ中間ポイントに取ったらゴールは早いと思うんだよな。で、ここにパワーブロックが隠されてる。で、投げていいのか、いや、置いておこうか。でも置いて先に必要になってくるんだよ。くっそ、見抜かれてたか。ここはワンタイム楽しかねえんだよ。冗談じゃん、すごく楽しませてもらってますよ。このトロールコースを制作者さん、発狂するときは言葉が強くなるっていうか、そういう言葉のあやみたいなもんなんですよ。そしてここ、普通だったら投げるでしょ。僕は投げない、一旦置くでしょ。そしてここでジャンプして置いてみようか。これでいいんじゃない。そしてパワーブロックを持っていくことが正解みたいな。頼む、どうだ、合ってる？もう合ってる。今絶対合ってると思ったんだけどな。まさかそういう方法で行くって思った方も結構いるんじゃない。じゃあここはパワーブロック持ってくんなって書いてたね。この状態で下に降りれるっていう。はいはいはい、ベッドか。あ、ワイをシッパまんましてベッドを持てっていうことね。まあそんなの最初から分かってなかったよ。パワーブロックは投げていい。そしてここでダッシュボタンを押し付けなきゃいけないんだな。そしてベッドを持って、どうしよう、かぶるであって持ってると思う。かぶって上にやるでしょ。そしてこん中にね、絶対中間ポイントがあると思うんだよな、あの砲台の中。だからあの矢印のとこ行ったら左をシッパ。そうだろ、やったやっほー。チェックポイントにも無事取れたし、そろそろゴールが近いと思うんだよな。だってさ、チェックポイント1と2までめっちゃ長かったもん。だからすぐゴールがあると信じて先に進んでいきましょう。そんで左上、P 風船持ってこいって書いてるな。あ、左の土管に行って P 風船を持ってこいってことか。 OKOK。 で、ここに P 風船があるっていうわけでもなさそうだな。なんかこのドアに入ってファイヤーボールを手に入れて P 風船を取ってさっきの場所まで行けっていうことなんじゃない。 OKOK。 ちょっとめんどくさいことさせるね。え、何も来ない。 OK。 え、これ合ってる。よしよしよし、何もしないは正義だね。そしてここは一旦右に行ってみようか。何も変わんない。じゃあ音符を叩いてすぐ右、ここに来るんだな、頼むよ。なんだってめ、音符ブロックを踏む。そしてどこにキノコが出てくる。左か、この場所らへんにキノコが出てくるのか。あれ、出てこんね。あ、取らないでいいのか。別にてっきり取らなくちゃいけないと思い込んでた。そして上は行き止まり。一旦ね、この P スイッチ回収しておくわ。そしてハテナブロックを叩いてみる。あ、なんもないか。これはブラパかなんか。 P 風船、この P 風船を取ってたらこの P スイッチが多分回収できなくなってたんだろうね。そしてこのファイヤーは取っていいのかい。あ、普通取らせてくれたな。上のファイヤーは取れない。何今の。なんか今鉄球出てきたよな。あの鉄球なんか意味があったみたいな。まあいいや、とりあえずチャッカーましょうか。チャッカーマン、チャッカ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 、サクライエクスプローション。ちょっとタイミングずれたな。そしてこの下に行って、あっつ、終盤になるにつれてちょっと簡単になってきてないかな。もしかして制作者さん疲れた。こんなんだったら僕サクサクっとクリアしちゃうよ。さあここで P 風船を取って先に進んでいきましょう。右上すごく怪しいな、嫌な予感がする。左から行ってみようか。こっちからだったら隠しブロックがないみたいな。オッケー。多分ね、あの土管の下隠しブロックがあったと思うよ。でこの P 状態がなくなるみたいな。で P とキノコは持ってくるなって言われたんじゃないか。頼む、いや隠しブロックがないよな。一番端っこから行こうか。一番端っこから行ってゆっくり行けば大丈夫さ。ここは、ここはビゴー。恥ずかしいことさせんだって絶対に合ってると思ってた。まさかキノコもピーフスでもね、捨てていけとか思わないじゃん。じゃあこれでいいんでしょ、これで先に進めるみたいな。オーケーオーケー。なんで。じゃあね、あと残されてることといえばこのキノコ状態で行くだけなんだけど、これで先に進めないかな。ツタは短い。あー、長くなってくれんだ。キノコいらないって書いてるから。え、どうなんだろうな。なんかさっきツタが短くなるようなことした、もしかして。あ、全然合ってる、全然合ってる。頼む、ゴールさせてくれ。さあどこに行けばいいんだ。これはパワーブロック持っていいのかい。この四角の枠が怪しい。ビー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 じゃないんだって。頼む、ここに隠しブロックがあると僕は信用してるぞ。やった。これでゴールできるだろう。一番上のここ、ここでゴールできる。前に当たれる、右の方に行きたくないんだ。いや、当たれねえか。いや、この下すげえ行きたくねえ。ここだ、やったー。
いや、さっきのはちょっとキノコ持ってくんだって書いてたよね。それなのにキノコ持ってくるとか、それはちょっとずるいんじゃないの、制作者さん。まあでもすごく楽しいコースはありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオテスト22ということで、説明文にイージータッチって書いてることから簡単に触れるっていうことだと思うんだよね。ただサムネを見る感じ、ゴールポールの方にどうやっても行けそうにないんだよな。どうやって行くんだろうね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 4%。 まあ僕がいつもやってる一発マリオの中ではすごくクリア率が高い方なんだけど、めちゃくちゃ謎なのよ。最初にデカキノコをくれるっていうのはわかるんだけど、こっからどうやって右下に行くかだよな。まあこのオンオフがあるから、このオンオフをして、はいはい、分かったかもしれない。このオンオフさ、ちょっと下がってるじゃん。その瞬間に右下に行くんじゃない。まず最初にデカキノコ取るでしょ。そんでこのオンオフブロックを勢いをつけたまま踏んでみようか。うわ、はいはいはい、なるほどなるほど、これ思いついたのすごいわ。意外とありそうでない一発マリオだよな、こういうのって。ただオンオフブロックするだけなんだけど、そんで勢いつきすぎてもダメなのか。ってことは落ちた瞬間勢い殺してみようか。分かっちまえばこっちのもんだもんね。さあオンオフして勢いを殺していく。ちょっと難しいな、札追記踏むの。もう一回、うまいから勢い殺してみようか。ここで左押しっぱ、いや無理だよな。ちょっと勢いつけなきゃ絶対下に降りることができないから、こっから落ちた瞬間左を失敗しても間に合わないんだよな。勢いつけすぎかもしんないね。スタート、ジャンプ、これでいけたら簡単なんだけど、きた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 、これで調節したらあのゴールポールのところまでいけそうだね。さあゴールが見えてきたね。落ちた瞬間にちょっとだけ左押す、やったきた、これでゴールができるっていう感じだね。あそこむずっ、ちょっとの隙間入ると難しいんだよな。いやこれもう無理でしょ。多分ね、しゃがんだまんまいけないと思うんだよな。しゃがんだまんまだったらほらスピードが落ちるじゃん。それで下に降りれないんだよな。ってことでこの行き方で間違ってはないと思うんだよな。こっからなるべく左まで行って勢いつけてしゃがむ。やったいやこれね、クリア率 4% だけどそれ以上に難しく感じたね。とても素晴らしいアイデアのコース、ありがとうございました。そしてご視聴ありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。